おはようございます。シロズ大好きアワーバズっていいとも第6回目を迎えました。仙台フィルハーモニー管弦楽団浦田上信さんのご紹介で東京都交響楽団伊藤俊さんに、今回はゲストとして来ていただけることになりました。伊藤俊さん今ね東京都交響楽団でいらっしゃいますけど、その前は新日本フィルハーモニー交響楽団ですね。それまでは、まあ、京都市立芸術大学で勉強されていましたので、まあ、京都にもいて関西フィルでも一緒に演奏したり、それこそ最初のオリマン FC 始めた頃最初にも来てくれてたりとしている、そういう中でありますので、どんなお話が展開されていくのかどうぞお楽しみください。おはようございます。おはようございます。シロズ大好きアワーバズっていいとも第6回目のゲストは東京都交響楽団伊藤俊さんです。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。元気そうで何よりです。ありがとうございます。はい、それではまずはトランペットを始めた年齢ときっかけを教えてください。はい、ラッパ始めたのは中学校の部活動で、きっかけとしては親からは苦手なことをやるように言われてたんで。苦手なことをやるように。はい、何も帰宅部はダメって言われてたんですよ。なるほど。でそれで、まあできたら苦手なことに挑戦するようにっていう感じで、まあ水泳やろうかなとかいろいろ思って、部活動をこう決める段階の時では一回も吹奏楽じゃ行かなかったんですよ。ほう。で迷ってたら、いざ部活を決める日に、仲良かった2人が、吹奏楽やるっていうもんだから、ほうほうほう、と思ってって思ったんや。ってなんか、まあ、これ偏見なんですけど、こう女子がやるもんだと思って。なるほどなるほどね。一応ついてったんですよ。で、まあ、音楽も全然詳しくなかったし、そしたらうちの部活は金管楽器は男子がやって、もちろん女子もいますけど、木管楽器やれなかったんですよ男子は。あ、もうなんかそういう決まりがあって。決まりがあって。でそれで僕144センチしかなかったんですよね当時。でトロンボーンもチューバも外れて、なるほど、ラッパやりたかったんですよね。ほう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 。もうやるんだったら、やるんだったら金管楽器でかつラッパがいいと思ってて、待ってたんですよね自分が呼ばれるの。なるほどなるほど。そしたら横に茶色いオカマがあったんですよ。ほう。ティンパリなんですけど。あ、なるほどなるほど。でっかいやつ、ね、当時知らなくて。で、これはちょっとやりたくないと思ったんですよね。当時いろいろ後で怒られそうやな。今は、まあね、今ティンパニーの良さとか、かっこいいなと思うんですけど、当時は何もしなかった。そりゃそうだ。それも最初に見たのがティンパニーだったんで、何これっていうとこだったんですよ。そうね、見たことなかったらわけわかんないよね、確かに。そうなんですよ、でかいし。で、結局漏れていって、どんどん。2人トランペット、女の子が先に行っちゃったんですよ。はあ。で、最終的に僕は打楽器なって言われて、おお、嫌だって言ってたのに。で、まあ、辞めるなら今のうちだとか思って、なるほど。考えてたら、うん、なんかね、もともと今年はラッパに一人男入れるっていう予定があったみたいで、ほうほうほう。なんか、最後にちょろっと入れてもらえたんですよ。ほう。で、運よく缶に穴が開いてるようなラッパーが残ってて、それはバロックトランペットではないよね。穴を押さえるタイプじゃなくて、開けっぱなしの本当に開いてるやつ、本当に開いてガムテープで巻いてるみたいなやつがあって、でそれで始めたんですけど、すぐ音鳴ったんですよ。あら、もう持ってすぐパッと音鳴った。で、まあ、こっちはもう、なんですかね、こう、仮決定だからなって言われてたんで。
ちょっと必死で、あのもうすごいいっぱい音鳴らして、うん、でなんとかラッパにしてもらったっていう感じですね。はあ、面白いね。いやいや、なんとかゲットしてトランペットになれたってことだよね。しがみついて、しがみついて、はい、お面白い、今まで聞いた人の中で一番面白いいきさつですね。ありがとうございます。はあはあはあ、じゃあまあラッパー始めましたね。はい、でまあ、一応次の質問は、まあ、今のオーケストラにまでの道のりなんですが、まあ、ここから行くとどんどん広がりそうなので、はい、広げていってください。あ、結構余計な話で浅いと思いますけど。いや大丈夫、楽しい、浅くない、全然浅くない。まあそれで、まあ、中学校頑張って、うん、でマーチングやってたんですよ。あ、中学校でマーチング、マーチングやってて、でそのご指導に来られてた先生が、うん、後々行く高校の明星学院ってとこの、うん、マーチングの先生だったんですよ。あ、中学校に大阪の中学校に来てたのか。レッスンに、あ、まあ、たまに来てくださってて。なるほどなるほど、うん、でそれでまあ授業料とか、うん、まあ、そういった部分もちょっとよくしてくれるので、うんうん、岡山の高校に行って寮生活を3年して、うん、ってなってくるとだんだんラッパ以外にもなんすかね、他にやれることがなくなってきて、なるほど。自然にこう音楽大学みたいなところを目指すことになるんですけど、まあ、受験はちょっとこう一浪して、うん、もうほんと上がり症がひどくて、あ、そう、もうガックガクで、もうなんか全然そんな旬のイメージがないから。いやいやいや、うん、結構ひどくて、うん、それでみんなと一緒にブラスバンドやるのは、うん、割と平気だったんですけど、うん、まあまあ、ソロとか受験用になると全く慣れてないから、うん、緊張しても吐きそうになるぐらいの、へー、それでもう手震えてるみたいな。おー、まあ、めっちゃいい話やんこれ。これ今見てる中高生、まあ、音大生はもうすげえ励みになりますね、うん、そんなやつでもなんとかなるっていう。いやいや、まあそんなことがあったんだっていうのがね、うん、いやもう本当に割ともうそれで、受験はもう全く吹けなくて、うんうんうん、でまあそれは自分でも納得してたんですよ。もうできなかったから落ちたのは仕方ないと思って、でまあ、2年目受験の2年目で、うん、まあ、なんとかせなあかんなと思ってたんですが、うんうんうん、国公立の大学ってこう前期と後期ってあるじゃないですか。はいはいはい。で、まあ、前期は東京の大学受験すると、うん、その2週間前にちょっと事故して、うん、肋骨折ったんですよ。ほう、田舎あるあるなんですけど、ほう、だったんで、信号のない短めの横断歩道みたいなのあるじゃないですか。なんか、はい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 、信号ないレベルの、うん、ここを自転車で行ってたら2月半ばぐらいですね、はあ、原付が横からこう入ってきて、はあ、結構吹き飛んじゃって、はあ、でそれでもう、あ、終わったなみたいなこと思ってたんですけど、で師匠とか親に言ってももう治んないから、別に言っても、まあまあね、何やってんだって話なんで、うん、で、まあ、言わずにとりあえず受験を受けに行って、うん、もうボロボロも何も吹けないみたいな感じ で、うん、でこのままじゃちょっとまずいなってなったんですよ、うん、で、そこから2週間ぐらい後に、うん、京都の芸大の、うん、あったんで、うん、まあ、少しマシになって、ああそのあれがね、あれが、はい、でもう意地になって吹いて、うん、なんとか、はあ、入れてもらったっていう。2週間ぐらいじゃ折れてんの治らないもんね。そうですね、もうチューニングベイの上の F ぐらいになると、うん、もうなんかすごい締め付ける感じになって、うん、もう痛くて音長く吹けないっていう感じで、うん、なんかじゃあ痛み止めかなんか飲んで。そうですね、ああ、たんですよ。それで、まあ、で、あと緊張癖も治ってないし、うんうん、で、
で、本当いよいよ追い込まれて、その今、ね、母校になった京都芸大の受験だけは、ちゃんと老けたっていう。おー、なんかいろいろ追い込まれたのと、まあ、肋骨が5骨か4骨ぐらいになって、痛みと、でも意地とで、こう、なんか緊張がとか飛んでたのかもしれないね。もうそれどころじゃなかった感じ。なるほど、なるほど。まあでも、めでたく大学に入ったけど、はい、まあ、いろんな苦労があったっていうのは逆にいいことかもしれないですね、まあまあ。そうですね。その大学入ってからも、うん。やっぱりこう上手い人いっぱいいて、うん、なんかねすごい劣等感みたいなのもあって、ほう、まあ、自分だけできないし、うん、で技術が追いついてないっていうのはすごい自覚してて、それで吹けないなりに自分ならこう演奏したいなとかはずっと考えてたんですよ、うん、でそこにこうやっと技術がこう追いついてきたっていう、うん、ほんで緊張癖なんかもう大学入ってからもひどくて。はあ、全然イメージがないな。もう、前期試験って入ってすぐの試験で、うん、ブラントの2番やったんですよ。はい。もう、割とボロボロで。へえ。普通は終わったら先生に、好評をいただくみたいな、あるんですけど、うん、逃げ帰りました。もうそれになるほど逃げ帰って、うん、でまあ、言っても学校から下宿してたとこに逃げ帰っただけなんですけど、うん、まあね近くです近くで、で先輩から電話来てこういうのは聞くもんだと言われてすごいやっぱそれも反省したんですよ。反省したことと、うん、逃げ出した自分のもう罪悪感ともあれで、はみ出し者だみたいな自分は、もう結構暗黒時代でしたね。へえ。これみんなびっくりするんじゃない？これ見てくれる人。ああ。いいね、いいね。リアリティってある方が。いいね、引き出してるね、いいね。でも今回引き出してる感あんまないな。溢れてとるな。すいません、出しすぎて、ちょっと。いいです。バズってると思う、今は。はい。そして、まあ、そういう、まだまだ大学途中ですよ。うん、そうですね、で、まあ、なんか吹き方とか。うんうん、いろいろ自分なりに考えるようになって、で師匠の早坂先生のおっしゃることとかもこう頭に入れて、うん、すごいこういろいろ工夫してちょっとずつちょっとずつこう変化させて口を、でやっと音が震えなくなったぐらいっていうのが大学3年生ぐらいあってぐらいで、本当にそれまでは悲惨だったんですが、ちょっとずつ。で今関西フィルで白津さんと一緒にやられてる池田優斗さんが、はいはいはい、当時大学によくいらっしゃったんですよ。うん、その時にマウスピースをこうスロートとかどうみたいな言ってくださってそれでついてたんですよね。でそっからなんかそれがよくハマってすごい。息が流れるようになったりとかして、いろんな方のそういう、こうアドバイスとかもあってやっと掴んでいったっていう感じで、っていう大学生だったんで、割とねあんまり目立った何て言うんですかね、こう何か成し遂げたとか一つもないし、大学の中で、はい、着実にこうステップアップできてるなっていうのは手応えとしてはあったんですけど、技術がちょっとずつこうたんですが、何か結果を残したこともなかったし、っていうところで結構将来に不安は抱いてましたね。でもなんかあれだね、大学の中がこっこい感じがするね。その自分、まあね、順調に行きすぎてどっかで挫折するよりも何かしらこう苦しみとあれを乗り越えてる感じがここにはありますね。結構そういうところがありましたね。大学とか、それで大学を出て、はい、
大学出て桶屋に行くのね。そうです、ね、言うても桶屋、うん、行って、うん、でまあいろんな先生に習えたっていうのをそう言って、うんうんうん、なんかこうしないとダメだと思い込んでたものとかも、うんまあ、結構なんか柔軟にこう頭がフリーになったっていうか、うんまあ、それもあってで桶屋の2年目終わりぐらいにシンニフィルのオーディション受けて、そのちょっと前のオーディション何個かも割となんかこうあこれいいかもなっていう感じがあったり、自分の力出せたなっていう機会があったんで、割とこうオーディションその新日のオーディションは攻めた感じでそうできて、でまあなんとか入れたみたいな感じがとりあえず新日のりですかね。うんうんうん、新日っていうのは、何年でしたっけね。ですね、2016年の中頃ぐらいから行き始めて、うん、で2019年の5月までいたんで、うんまあ、約3年ぐらいいました、うんうん、ここから現在の現在そうですね、東京都交響楽団に移籍されました。はい、あいい道のりですね、素晴らしいです。なんか、うん、いろいろ励みになる部分もたくさんあると思いますし、ね、ちょっとね、真似しちゃいけない部分も大学生ね、聞けたと思うので、ちゃんとね、先生の話は聞きに行ってくださいね。はい、ではまあまあ、ちょっとその中にもいくつか出てきたんですけども、まあ、一応改めて皆さんにも聞いてるんですが、こう自分の中でこう手応えのあった演奏っていうのは何かその中でありますかね。これは白津さんと 2,3 日前にあの連絡取ってて、うんはい、ありましたけど、ヤマハのアトリエが大阪の、はい、あの USJ のとこにあった頃、うん、でもう結構前なんですけど、うん、あの時にあの白津さんの文化発表会でそれこそアルチンディアをやらせていただいて、うん、にあの頃もまだちょっと緊張するあれがあったんですよ。ああそうなのか、全然そんな印象、はい、でその時になんかその日はね全く緊張しなかったんですよ。うん、素晴らしかったもんね。でなんかねその時の状態、気持ちの状態とかがこう結構よく覚えて記憶に残ってて、でまあなんかその時はあの自分の緊張を期待してる人なんて一人もいないよなとか思いながらやるようにして、うんうんうんまあ、それをなんとかこう集中してそれだけ考えるようにしてたら、この楽器を吹いてる今目の前で起こってる物事だけに集中できたんですよ。余計なこと考えずに。これが結構こうバチッとこうハマって、できるだけ今発生している事象にだけ集中すること、うん、なんかやっとけばよかった、こうしとけばよかったとか、今周りの人どう思ってんだろうとか、これ思うと本当緊張してくるっていうのが、まあよく実感として分かって、でそれが本当きっかけで、はあ、手応えがあった演奏、上手い下手別として、うん、あれは本当に手応えがあった最初の出来事ですね。なんかそういう現場に入れたのが嬉しいですね。その手応えがあった演奏と思ってるところと自分が聴いてるっていうのはなんか本当に嬉しいです。ありがとうございます。それも、ね、あってか最近ね 2,3 日前に話したのはね、後で、どんな CD が出てますよみたいな話をするときに出てるあの プリモグラフの今はね、なんか僕 CD 買ったんですけどね、YouTube で聴けるみたいなもう、うん、でもそのアルチニアを僕ね買って聴いてめちゃ感動しましたってね LINE したとこでしたね。ありがとうございます。いやいや、もう嬉しいです、ありがとうございます。ではまあ結構今話してくれてるんですが、皆さんにも聴いてることなので一応改めて聞きますが、演奏してる時に大事にしていることっていうのを教えていただけます。なんかね、まだオケ入ってまだ10年もないんですが、うん、なんか
偉そうに言うのちょっとすごいはばかられるんですけども、うまい、うん、まあ気をつけることとかがあるとしたら、できるだけ本番前までに不安な場所を消しておくことは、これは本当大事、うん、で、なんで自分が今老けてるかっていうことの裏付けを必ず取って演奏するっていうことですかね。本当にまあ、僕まだ全然人に教えたりしてないですけど、たまにこう教えるシーンがあったりすると必ずみんなに言うのが、調子悪い時のことをよく覚えてるけど、調子のいい時のことあんま覚えてないですよねっていう話をするんですよ。うん。調子がいい時の体の状態とかを何でもいいかメモするとかして、うん、どうして老けたのかっていうことを必ずこう覚えていくこととか、メモしていくことで、安定したこう演奏がこうできるようになってくるし、不安になった時にその動きを取れば大丈夫っていうことができるんじゃないかっていうことがあるんで、これは本当特に僕は意識して、裏付け、うん、なんで老けてるかの裏付け、うん、これは大事にしてます。うん、素晴らしい。すいません。うん。みんなね、調子いいとき気づかないけど、調子悪くなっていろいろ言い出すからね。そうなんですよね。ね、そこがね、まあまあまあね、調子がいいときは気持ちいいもんだからね。うん、でもそれの裏付け、大事なことです。ありがとうございます。では、まあ、いやいや、気持ちの準備っていうのは大事なことですね。これもまた聞いてるんですけど、演奏のとき、まあ練習のときでもいいですけど、その日一日でもいいし、ルーティーンっていうのは何か持ってますか？そんな大したことないんですけど、僕はウォームアップは、うん、正館からやるようにしてます。ほうほうほう。それは、まあ、ちょっと元々の出発点が口の反応があんま良くなくて、うんうん、プスーってこうなりやすいタイプだったんで、うんうんうん、白津さんにちなみに習いに行った時も、その口の反応を教えてくださいっていうところから始まったんですけど。でしたね。すごい反応がいいのが羨ましくて、こう、弟子入りを志願したんですけど。まあ、その、定感でなんで練習するかっていうと、まあ、これは僕の主観ですけど、米感に比べて定感の方がこう、音のタッチ早い感じが、ブッと鳴るイメージがあって、で、そのイメージで最初吹いて、それを米管に移った時も同じようにこう、ってるようなイメージで練習していく。で、米管はより太い音とか深い音がこう鳴るようなイメージあるじゃないですか。うん、だから正管のタッチで米管の深い音を出すっていうのを米管に移った時にやる。なるほど、なるほど。で、また米管吹き終わったら正管に戻るんですけど、うん、時は米管のような深い音を出すみたいな。なるほどなるほど。お互いのいい場所を、うん、取り合うようにする作業を朝必ず最初にします。なるほど、はい、いいルーティンですねっていうぐらいですかね。うん。リップはいいの？リップですか？うん、リップ塗りますよ。リップクリームの話ね。あ、リップクリーム、あ、必需品じゃなかったっけ？あ、必需品です。すいません、鈍ってますね、だいぶ。いや、大丈夫大丈夫、うん、世の中の皆さん、リップクリーム買い占めしないでくださいね。、うん、困っちゃうんで。ありがとうございます。で、まあね、まあオーケストラもね、まだ、まあプレイヤーとしてはまだ4年かな、はい、ですけれどもね、いろんなことに触れてきてると思うんですけども、オーケストラの作品でこう好きな作品って言われると何か出てきますか？いっぱいあるんですけど、ブラームスの一番かな。結局。結ね。いいな、ブラームスは一番ね。うん、4番もかっこよくて、すごい曲自体好きなんですよ、すごい。だけど、一番は、なんすかね、もう、こんな浅い人間が言えることじゃないですけど。浅くない。まあなんかすごいこうメロディーもね、こう人の心にこう打つものがあるし、
トランペット吹きとしては割とこう、これはベートーベンもそうですけど、打ち込みのクオリティをこう毎回同じように保つのはすっごい難しいじゃないですか。だからその素晴らしい音楽の中にこう自分のこうね、あれを打ち込みをこう綺麗に入れられる、入れられた時とか、うん、すごい嬉しいしっていうところですかね。うん、素晴らしい。なんかね、まあブラームスはあれですよね、パート譜だけパッと見ると難しいこと書いてないんですけどね、それをこうオーケストラのパーツにするっていうところのなんか難しさっていうのはもう格別ですね。よし、まあ、僕あと一番はもうあのやっぱいろいろ来てね、ブラームスが年をと重なってきてやっと書いたっていうところと、やっぱあの四楽章のあの弦楽器のあの有名なメロディーが始まるときにね、こう絶対鳥肌が立つんですよね、うん、はい、まあ、僕の感想はどうでもいいんですけど素敵なところで続きますね。まあ、じゃあもう少し範囲を広くして、こうトランペットが活躍する作品、トランペットの作品っていうかソロだったり室内楽だったり、トランペットのコンチェルトだと、うん、あのベーメのコンセプト。ベーメ。ちょっとベタですけど。いやいやいや。うん。それは、まあ理由があって、うん、あの、大学生の時の受験、あ、受験じゃない、試験の時に、うん、あの、一楽章をやったんですよ、うんうんうん。で、それももう全然ダメだった時期だったんで、まあ、全然ダメだったんですよ、演奏が。うん、で、けど、帰り道に、あの CD もう一回あのプロの方の演奏聴いてて、あの二楽章めっちゃいい曲じゃないですか。大曲ですね。でその時に自分はめちゃくちゃやったけど、あーなんかほんまええ曲やなと思って、なんかこうやっぱ頑張ろうみたいな、今日はボロボロやったけど明日から頑張ろうみたいな感じで、うんうんうん、思わせてくれた曲なんで、今でも聞くとちょっと思い出しちゃうぐらいの、うんうんうん、いい思い出の曲です、うん、CD 出してくださいね頑張りますありがとうございます。ではまああのね、まあ、練習の話もちょっと出てきてるんですが、まあ、改めてここで基礎練習をするときに大事にしていることっていうのを教えてください。大事にしていること、うん、基礎練習するときにまあ考えてること、大事にしていること、うん、ああまあ、その再三言ってますけど、こう緊張してくると重心上がってくるじゃないですか、うん、浅い感じにってくるんで、うん、あのリップベンドしたり、うん、よりこう 深いとこを作っておいて、うん、でするので、あのどんな基礎練やるときも割とこう低め低めにこう、あ、音程じゃなくて重心っていう、ね、重心を低めにこうやるように気をつけてますね、うんうん、上から下までこう音の太さが変わらないように、うんうん、高い音言ってもこう低めに行くようなイメージを持って練習してます、うん、なるほど。ではもう、ね、もう6回目になってきて、いろんな人のちょっと見てきてくれてるかもと思うんですが、はい、まあ、おすすめのエチュードっていうのを紹介してください。もちろん被っても全然大丈夫ですし、うん、僕この今日の時点で3回目までの放送があったんですけど、うん、なるほど、うんうん、ほぼ被りっすよあるあるですよ、うん、じゃあまず、うん、僕が見た限りで全員が出してるもの、うん、これですね。なるほど、アーバン、うん、はい、これあの僕はこれしか持ってない、うんうん、2つ分かれてるやつ、うんうん、もうでも今買えないですからねそれね、うん、あ、そうなんですか。うん。白くなっちゃったんで。うん。白津さんになった？これアーバンが俺に生まれ変わりかい。いや、もうあの表紙が白くなっちゃってね。うん。ああ。中身がちょっと。うん。それで必ず僕がやるのはこの映ってるかな、跳躍の。はい。はい、跳躍のところですね。うん。ベースでこう正確に音をこう。うん。うん。うん、昔なんかあの高校生の時に。うん。あの。ラッパの先生じゃない先生に、うん、あの受験の曲聴いてもらったんですよ、うんうんうん、そしたらあの塗り絵に例えるとしたら、うん、あの一個一個の音符が綺麗に塗れてないって言われたんですよ。なるほど。
結構いい加減にこう、うんうんうん、でそっからなんかこういう音が飛んでも、うん、ちゃんとこう壺に入ってるような、うんうん、ことで、まあ、やります。はい。で、あとこれも被ってます。はい。表紙が外れてるのも被ってます。お、あるあるのなしなし来ました。あるあるのなしなしで、うん、ちなみにこれもずれてるんですよ、これ。もうね、ホッチキスがね、ボロボロです、もう。ボロボロですね。うん。で、あと、第1回で見ましたけど、これ。はい。あ、違う方のね、やつを話してましたからね、コリンですね。そっか、そうでしたね。うん、うん。で、これで、まあ、割と、その林香先生に習った時にいろいろやり方とか教えていただいて、うん、すごくためになったんですが、うん、リップスラーがもともと結構僕苦手だったんですよ。ほうほうほう。で、今のこの赤い本やる前に、うん、取り組んだのがウォルター・スミスの、はい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 、リップフレキシビリティ、はい、これすごい簡単なんですよ。まあでも必ずハイベイまで出てくる感じだね。そうですね。音域は割としっかりハイベイまであるんですけど、うん、音符がでかいから、なるほどね、うん、こうちゃんと崩さずにできるというところで、うんうんうん、これ結構おすすめなんです。そうですね、はい、これでも後ろの方のリップトリルはなかなかやってて笑けてくるよね。これね、これできないです。うん、最初の方だけでも、最初の方ね、まあ、でも特に、うん、基礎的にとてもいい感じですよね。はい、あとこれマックス・シロスバーグ、シロスバーグ、はいはい、うん、シロスバーグじゃないですね。いいね、いいね。これは全部やるとね大変だったり、うん、上のデーとかまで出てきちゃうから、うん、無理のない範囲で自分で場所を選んで、うん、やるっていうのと、まあ、こういう時でもちゃんと重心が上がってないようにこう吹くように心がけてやってるんですが、その表紙の名前がいいですね。これ杉木先生習ってた時に、うん、落とし物したらまずいだろって言われて書かれて、杉木先生の直筆の、直筆なんですよ。なるほど。あ、まあ、大切な先生なんで。なるほど。ちなみにこれ昔の住所も書かれちゃってる。出したらあかん、出したらあかん。うん、これでもし落としても家に帰ってくるぞってこと。そうですね。でも昔の家に昔の家に行っちゃうわけね。そうです、そうです、うん、で、あとこれは定番ですね。はいはい。お、青い方ね、 CD ついてるやつ。あ、そうです、そうです、はい、うん、割とCD のテンポ通りにやるとついていけなかったりするんで、うん、なるほどね、うん、昔のはこっちのなんか、お、え、それ初めて見ました、その色。今日ここ製本し直しました。あ、ちょっと表紙がもう取れてたやつなんで、収録用に、収録用に出てくるかどうか知らんけど。はい、やってました。はい、まあいろいろこう気をつけてこうね、音がちゃんと壺に入ってるかとかやって、これあんまりメジャーじゃないかもしれないですけど、おー、スタンプの、サプリメンタルスタディーズ、はい、これがね、結構なんだろう、音が黒めで、ほう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 、でかつ調合もすごいたくさんついてるし、うん、あれなんですけど、うん、正確に音をこう吹く練習をした後に、うん、まあ、ほぼ毎回初見状態になるんですけど、ちゃんとこうどういう楽譜が来ても音をセンターに持ってこれるようにって確認で、うん、してます。サプリメント、サプリメント、うん、あとコピー譜で申し訳ないんですけど、いえいえ、学生時代に、はい、クロード・リッパスさんの、はい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 、これ なんて本なんだろう、ウォーミングアップフロムザミドル。あ、名前までしっかり覚えてないな、どんなもんだ。これ結構リップスラーの内容だったり、うん、ペダルトーンまで、うんうんうん、網羅してるので、うん、これはたまにやります。なるほど。で、割と今のは今までのはメソッドっていうか、うんうんうん、エチュードっていうのは、うん、
このシャルリエの、うん、お表紙がある、はい、これも名前書いてある、うん、あー本当だ、それはそれは杉木先生、自分杉木先生ですで、これは受験でねよく取り上げられる曲ですけど、大人になってもやっぱりすごいメロディックでありながら、技巧もあって、であと音取る練習にやっぱなりますねこれで、あとこれ僕だけかもしれないですけど、オケでやり始めてからちょっと下が遅くなった気がしたんですよ、タンギング、タンギングが、うん、長めの音を割とはっきりダーンと振る音が多いせいか、うん、年なのか分かんないですけど年で年はないまあそれで最近取り組み始めたのがコロナで、うんうん、ブラントの、ほう、あー、はいはいはい、これ3曲あったらもうバテれるぐらいのもうバテるですけど、はっきりこう、はいはい、しっかりと音を取りながら演奏する、うん、かつまあスタミナの練習にもなる、うんうん、のでこれは、まあ、まだ何年も放置してたんですけど、うん、これを機にやってみて、うん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 、割と打ちのめされてる感じものです、うん、まあ、こんなもんですかね、はい、ありがとうございます、たくさんありがとうございます。いや、うん、結構ね、皆さん自粛してるので、まあ、うん、割とポチっちゃう人多いんじゃないかなと思うんですけどね。うん、はい。はい。してください。はい、そうですね。出版社の方々、喜んでると思いますが。それではですね、まず、あとはですね、さっきちょっとお話ししましたが、まあ、アルチュニアンが、ね、YouTube にあるっていうこともあるんですけども、他に、まあ、しゅんくんの音が聞けるものとか何か紹介いただけたら嬉しいなと思うんですけど、あ、はい、まあ、CD は大体シンニフィルの、うん、いた頃の録音になっちゃうんですけど、まだ東京移って1年経ってないのもあるんですけど、うんうんうん、ワーグナーと、うん、ブルックナーと、うん、リヒャルト・ストラウスのCD とか、まあいろいろありますんで、うんうん、動画の終わりの方に、はい、確認していただけたらと思います。はい、下の説明文にも書いてありますので、ぜひ聞いてください。やっぱ最初に痺れたのはもうサラと英雄の生涯かな。それまだ使用期間とかじゃなかったかな。違ったっけ？使用期間でした。ねえ、なんかそれで、どっちも1日でやったんじゃなかったよね、確かに。あ、そうです、そうです。はい。ね、その話もした。サラが1日目がサントリーだったんですよ。うん。うん、で、1日、その後空いて、みなとみらいで、うん。パートだったんですけど、同じプログラム。うん。その間の日に、僕が大好きな、広島カープが二十何年ぶりに優勝っていうのがあって、うん、それ見に行ってたんですよ。東京ドームに、うん、運よくチケットいただけて、うん、もう何年ぶりに泣いたぐらいに話して、うん、で泣くと結構顔の筋肉疲れるんですね。あまあね、全身疲れるけどね、うん、次の日にもう顔痛い状態で本番を迎えてもう他の学院さんからカープ良かったねって言われて思い出してまた泣きそうみたいな状態でやったものの録音です。なるほど、はい、いやいや素晴らしかったですよ、うん、まあ皆さんもぜひ聞いてみてください。はい、それでは あとはね、さっきのアルチュニアも CD 出てますし、ぜひぜひ聞いてください。お願いします。では一応皆さんにも聞いてますので、まあ使用楽器マウスピースなんかを教えていただけますか。はい、はい、じゃあ静観でウォームアップするので、うんうん、静観から映ってるかな。映ってます。はい、バックの、はい、C180L かな。はい、で、229ベルで 25H パイプ、はい、です。これは割とずっと使ってます。はい、
で、米艦は、はい、これもバックで、37GBSP っていうんですかね。はい。はい。です。はい。割とオーソドックスですね。そうですね。で、コロナでちょっとこう、まだ実践の機会を得てないんですが、ヤマハのアトリエで、もともと持っていた、ニューヨークモデル、ヤマハの、うん。知ってるやつね。え？僕知ってるやつね、多分ね。あ、そうです、そうです。それで関西フィルでも何度も、出してもらったんですが、それを結構、あれやこれやしてもらって、うん、あれやこれやして、うん、手術してもらったり、うん、これで伝わりますかね、ここの幅とか、あ、はい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 、アーティストモデルよりももうちょっと広くなってみたいな感じで、かなりいろいろやってもらったんです。うん、で、まあ、まだね、人と一緒に老けてないんですけど、それを楽しみに。で、マウスピースは、ブラック&ヒルっていう。はいはいはい。すごい古いマウスピースだと思うんですけど、うん、これを、1年半ぐらい前から買ってます、うん、たまたま本当に新日にいた時にエキストラにいらっしゃる方がこれどうって感じで、で吹いてみたらいいなと思ってで、なんせ古いメーカーっていうかね、もうタイプ表とか見たことなくて、僕も、うん、ワンクォーター B って書いてるんですよ。ワンクォーター B ね、うん、はい、でこの B がどれぐらいかもよく分かってないし基本的にはバックの 1C を使ってたんですよ、うん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 、で、ま、最近はこれやってて、うん、で数日前に、うん、グレッグブラックのマウスピースが入ったってことで買ってみたりちょっとこうコロナでね、うん、そういう状態ですから、うん、もうあれやこれややってます。うん、みんなやってるみたいね、いろいろね、はい、なので、うん、次僕が吹いてるとこもし見られた時に、うん、ちゃうやんけってなっても許してください大丈夫です、ちゃんとその情報にはまあ一応放送日2020年6月17日現在って書いてあります。大丈夫です。よかったです。もしかしたら6月17日時点でこのブラックアンドヒルじゃない可能性もあるってことやね。はい、それまでは家にいますなるほどはい、ありがとうございました。ではたくさんねお話を聞かせていただいたんですが、そろそろね次のお友達を紹介していただこうと思うのですが、はい、どなたにしましょうか。めっちゃ迷ったんですよ。うんうんうん、もう話聞きたい人いっぱいいるんですよ。そうだね、僕も聞きたいなるね、いっぱいね。だからこれからの人にちょっとその、うん、期待はもういろんな人の、ね、お願いどこに行くかね、うん、はい、いろいろつながっていったら嬉しいんですけど、僕が声かけていいのかなっていうレベルの方なんですが、ほう、東京交響楽団の東京交響楽団、はい、佐藤智則さん、佐藤智則さんに行きますか。勇気出してます、はい、電話してみます。待ってくださいね。よいしょ、かけます。お願いします。おはようございます。おはようございます。シロズです。どうも、お久しぶりです。元気ですか。はい、今来てます。今大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。僕ね、バズっていいともというのを YouTube でやってるんですけども。はいはい、時々見させていただきます。 ありがとうございます。素晴らしい。いえいえ、今その第6回目の収録をしておりまして。おお、東京都交響楽団の伊藤俊さんからのお友達紹介で、友則くんなんですが。伊藤俊さん。伊藤俊さん。お久しぶりです。あ、どうもどうも、お久しぶりです。4月は残念でした。え?4 月はご一緒できなくて残念でした。あ、本当に本当にね、お手伝いしていただく予定だったのを楽しみにしてたのに、ね、残念でした。はい、まあ、そんな困難なんですが、
次の対談を僕とやっていただきたいのですが。光栄でございます。本当ですか。ではちょっと一応決まり文句があるのでお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。はい、あれを言う、あれを言ってください。はい、はい、では次のバズっていいともゲスト来てくれるかな。はい、いいとも、ありがとうございます。それではまた連絡させていただきます。はい、はい、ありがとうございました。はい、失礼します。いけたやないかい。ありがとうございます。お友達っていうのは怖すぎるんですけどね。あ、いやいや、でもね、お友達ですよ、うん、なかなかね、また濃い会がやってきそうな感じはしております。楽しみにします。ではご紹介いただいたところでまだまだ話したいことはたくさんあるんですが、いい時間になってきましたので、何かこうこれを見てくださる方にコメントをいただけると嬉しいです。はい、これ今日撮ってる時点で6月1日なんですが、少しずつこう社会も元に戻りつつあるんで、ね、まあ、皆さんまだまだ気をつけて、またあのコンサートの会場で音楽を共有できたらなと思います。素敵なコメントありがとうございました。それでは第6回目のゲストは東京都交響楽団トランペット奏者の伊藤俊さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。いかがだったでしょうか。伊藤俊さんとの対談でした、ね、楽器を始めたきっかけとか、まあ、高校生大学生の時のお話とか、なかなか、ね、緊張する姿は僕はねあんまり覚えがないんですけれども、そういうところを乗り越えてきたっていう話、とてもためになったんじゃないかなと思います。さあ、伊藤俊さんのご紹介で今度は東京交響楽団の首席トランペット奏者佐藤智成さんに、来ていただくことになりますが、佐藤くん、いろんな思い出があります。フランスの話が一番かっこいいかなと思うんですけども、本当にコンクールでの素晴らしい演奏というのは今でも頭に残っております。まあ、いろんな世界を知ってる方ですので、またまた楽しい話が聞けるのではないかと思います。それでは第7回目をご期待ください。どうもありがとうございました。